ところで佐藤さん、なんか今かぶってるこの帽子、なんかすごいキラッキラしてますけど、これどうしたんですか？あ、これ人参っていうお店で買ったんですよ、はいはい、全然違いますよ、これ真夏にあの日光の暑さが全然来ないんですよ、背中まで。あ、これ背中まで、あ、これこ、はい、腰の部分もセットできるんですね。そうなんですよ、はい、へー、だいぶ違います。これは、なんていう商品なんですか？すずかちゃんです。すずかちゃん、はい、の農家グッズにありがちな名前ですね。はい、結構女性に大人気なんですよ、これ。そうなんですね。一回かぶっちゃうともうこれしかないですね。確かにもう今年猛暑になってますんで、はい、なんか作業にこういうあのウェアとかで工夫は必要かもしれないですね。かぶってみたいんですけど、いいですか？ぜひ。あんまり帽子とか何もしない派なんですけど。え、それ頭皮大丈夫ですか？よく言われるんです。将来ハゲるよって。将来ハゲるよって。これね、ちょっと一見あれだけどね、なんかもういい、どうやってかぶるんですかね。これはどうやって使うんですか？これは後ろにバックにこう頭の後ろに、あ、頭の後ろに回すんですね。で縛る。あ、守られてる感じ。腰ベルトもぜひ。腰ベルト、あ、これ、お、すげえ。これ背中の部分まで覆うっていう、そのちょっと後ろ向いてみてください。この背中の部分まで覆うっていうのはこれ新しいですよね。確かにこの辺暑くなりますもんね。あ、これなんかいいですね、まあ、ちょっとなんかウルトラ怪獣っぽい感じもそこはかとなくしますけど。あ、本当ですか？ちょっとねそんな感じがしますけど。そんなこと言ってられない、ね、言ってられないですよね、猛暑ですからね、うん、ちょっとやってみましょうかね、うん、ちょっとこれしゃがんでみてください。はい、こうやってもねこう守られてる感じがしますよね、うん。そんなにね、もういろいろ揃ってるとかないですよ。あー、なるほど。こういう情報もなんかもっと出回るといいですね。この動画が良かったらグッド、チャンネル登録はこちら。